午前2時25分ごろ品川区の大崎駅構内で発生した信号装置の故障で JR 山手線は外回り内回りともに始発から運転を見合わせていましたが午前9時に再開しました。 JR 東日本によりますと当初は正午の再開を予定していましたが故障した信号装置の点検や復旧作業が予定よりも早く進んだことから運転の再開を前倒ししたということです。 JR 山手線は現在も遅れや運休が出ていて混雑が発生したり通常よりも移動時間がかかる可能性があるとしています。 JR 東日本は信号装置が故障した原因などを詳しく調べています。